皆さんこんにちは東高です先日 g 7サミットが終わりましたアメリカと中国共産党は本当に関係を修復するつもりなのでしょうか台湾海峡での戦争のリスクは増えているのかそれとも減っているのでしょうかさらになぜ中国共産党政府がお金がないのかもし中共がなくなれば両岸の関係はどう変わるのでしょうか今日はこれらについてお話しします <music>